ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界2月29日の出来事について触れてまいります。1980年メキシコ EMLL アンドレ・ザ・ジャイアントミル・マスカラス夢のタッグ実現です。大巨人と千の仮面を持つ男のコンビは対戦相手であるコロソ・コロセッティ TNT を軽く一蹴しました。1988年ビッグファイトシリーズ開幕戦、アントニオ猪木、ディック・マードック、越中志郎の異色のトリオが実現です。このシリーズマードックは新日勢の助っ人として参戦です。マードックと越中も一見異色の組み合わせですが、元全日という意外な共通点があります。対戦相手は長州斉藤長谷のジャパンプロレスコンビです。試合は越中が長州に敗れました。2004年のこの日、天山秀吉と鈴木みのるの IWGP 戦が行われました。鈴木にとっては初の IWGP 挑戦です。試合は最後天山が勝利し防衛に成功しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。